あの二人はバルーンハンターの参加者じゃないんで能力を調べていないが、クリゲの能力はハイドロハンド、三つ編みのこれはテレキネシスか。能力はどちらもレベル3程度、戦闘経験は豊富とは思えないが、息の合った連携でカバーしているみたいだな。いやーなかなかやるね。あなたのような方に教えることはできません。ですがそのナノデバイスはいただきます。たとえ力ずくになっても。二つのうち片方は使用済みで空っぽ。罠と分かっていながらもばらける。お待ちなさい。どこへ。お待ちなさい。クリゲの操る水を吸い込んだタイプグレートデンは内側から破壊された。から離れてしまえばもう水の補給はできない。やはり分散した水は制御から外れる。成功法しか取れないお嬢様が絶望に染まっていく様、じっくりと楽しませてもらおうか。キワ大生のたしなみとして多少の護身術は心得ています。あなたが丸腰ならこちらも能力なしでお相手します。温存していた予備戦力に働いてもらうとするよ。急ぎませんと。ここからなら。ショートカットできました。実は私意外と力持ちなんですよ。おおよそこのラインが君の能力の射程距離だったのかな。射程距離が18メートルと見切ることくらい造作もないこと。さてどうする、ね、私の能力を分析する手札はお見事でしたが、あなたは見えていないところにも注意を払うべきでした。水、一体どこか。あれは排水口。私の同時操作の上限数は4つ。指がかからない。溺れる。お無事のようですわね。泡月さん、浮力？三つ編みの能力はテレキネシスじゃない。浮力操作か。